プロトアクチニウムは原子番号91の元素。元素記号はパスカル。アクチノイド元素の一つ。安定同位体は存在せず、すべてが放射性同位体である。銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は、まさかた明らかであるが、摂氏800度ほどに加熱すると、耐震立方光子が最も安定となる。比重は15.37、U 点は、 摂氏1575度、沸点は摂氏4000度。空気中での酸化は緩やか。酸に溶ける。酸素、水蒸気と反応。酸素と反応すると表面が曇る。アルカリには不要。天性、塩性があり、化学的性質はニオブやタンタルに類似する。安定な原子化はプラス5か1918年にプロトアクティニアムと名付けられたが、 1949年にプロトアクチニウムに短縮された。1871年、メンデレーエフが91番元素として、その存在と性質を予言、エカタンタルと呼んだ。当時は、ウラン崩壊の際に生じる核異生態のプロトアクチニウム234を偶然発見しただけであったが、その後1917年、リーゼ、マイトナー、オットー・ハーンが、 プロトアクチニウム231を発見した。1961年には99.9%純粋なプロトアクチニウムが作られるようになった。プロトアクチニウムは存在量の少なさと強い毒性のためあまり用途はない。しかし、ウラン235のアルファ崩壊の際に生じるプロトアクチニウム231は核燃料に使用されると思われる。現在、 プロトアクチニウム231は海底沈殿層の年代測定に利用されている。プロトアクチニウムはウラン鉱に微量存在し、ウラン崩壊の際に極微量生成する。プロトアクチニウムは29の同位体が存在が確認されているが、安定同位体は存在せず、すべてが放射性である。天然には4つの同位体が存在し、最も半減期が長いのが、 プロトアクチニウム231で32,760年である。この元素には2つの各異性体217パと234パが存在する。プロトアクチニウムは強い放射性と猛毒性を有し、プルトニウムのアルファ線同等の強発眼性を有する。ありがとうございます。